クリスマスを前に日南市北郷町で黒仁田ふれあい牛祭りが12月21日旧黒仁田小学校体育館で行われ、約300人の地区住民らが集まりました。踊り自慢のコーナーでは夢芝居やひょっとこ踊りなどが見られ、会場を沸かせていました。そして自慢の歌声を披露。8時ちょうどの朝に号で、私は私はあなたから旅立ちます。 Mama, we in the state state. この後、子どもたちによる体操やカップを使った即興演奏も。最後は恒例となっている黒仁田劇団による水戸黄門の劇が始まりました。約5年8ヶ月、東九州自動車道のトンネル工事で旧校舎に泊まっていた社員も劇に加わった内容です。おお、越後屋、いつ見てもいい輝きだの。今年で9回目の開催となったこの祭りは、旧黒仁田小学校区の有志などで作り、11月中旬から祭りの準備や劇の練習などに取り組んだそうです。静まれ、この門の頃が目に入らぬか。入ろう。はい、ちょっとぐたぐたですが、ここもまた面白いところ。うちの息子が悪代官で出ました。よかったですよ。みんなといろいろしたり作ったり準備したり劇の練習をしたりとか、そういうところが楽しいです。みんなの笑顔が見れてとても楽しいです。毎年毎年やってますけど、年々ちょっと違う感じで、新しくやろうとは思うんですけど、なかなかこう人が集まったりもしないので、こう人も高齢化になってきているので、今ちょっと考えているところです。高齢化が進む黒仁田地区の人口は75人。地域に密着した黒仁田ふれあい星祭り、星空の下、笑いと拍手が響き、大いに盛り上がりました。